エルンスト・ビリモフスキは、ポーランドの元サッカー選手。ポジションは FW。ドイツ帝国のシュレイジエン州カトビツェの出身。第一次世界大戦後に締結されたベルサイユ条約により、カトビツェ周辺地域がポーランドへ活上されると、ポーランド国籍、1939年のナチスドイツ進行後は再び、ドイツ国籍となった。また、当初は、 エルンストーットをブラデルラという名前であったが、ドイツ帝国軍兵士の父親が西部戦線で戦死すると、13歳の時に母親が再婚し、再婚相手の姓のビリモフスキを名乗った。選手時代には主に左のフォワードとしてプレー。熟練したドリブルテクニックと得点能力を合わせ持ち、ポーランド代表と国内のリーグ戦において多くの得点を記録した。また、 フィファワールドカップ史上初めて1試合4得点を決めた選手でもある。サッカーだけでなくアイスホッケーなどの素養もあり、地元カトビツェのスポーツクラブで時折プレーをした。ビリモフスキは 1FC カトビツェで選手キャリアをスタートした。1933年に17歳でルフ補充フへ移籍すると入団初年度にリーグ戦で33得点を記録し、 ポーランド国内での名声を確立した。補充府では、中心選手として5度のリーグ優勝に貢献。彼自身も1934年と1936年にリーグ得点王となるなど、通算86試合に出場し112得点を記録した。また、1939年5月21日の UT ウーチとの試合では1試合10得点を決めた。この記録は、 現在も、ポーランドリーグの一試合最多得点記録となっている。ポーランド代表としては1934年5月21日、敵地のデンマーク戦で代表デビュー、17歳11ヶ月でのデビューであった。1938年の FIFA フフワールドカップ、フランス大会、対ブラジル戦で4得点を記録した。この記録には、その後の大会で数人の選手が並んだが、 56年後の1994年 FIFA ワールドカップアメリカ大会でロシアのオーレグ・サレンコによって塗り替えられた。なお、ワールドカップで敗れた試合で4得点を挙げたのは史上唯一である。1939年8月27日ホームのワルシャーで行われたハンガリーとの親善試合では1938年の ワールドカップ準優勝国のハンガリーに対し前半33分までに0から2のリードを奪われたもののビリモフスキのハットトリックなどで4から2で逆転したこの試合の4日後には第二次世界大戦が始まったため彼がポーランド代表としてプレーした最後の試合となったポーランド代表としては 国際 A マッチ22試合出場21得点を記録した。ナチスドイツの侵攻によりポーランドが分割されると彼はドイツの市民権を再び取得し警官となった。これは兵役を回避するとともにスポーツへの参加が禁止されていたナチス占領下でサッカー選手として活動するために取った方法だった。クラブレベルでは 1FC カトビツェ。 PSV ケムニッツ、1942年からは TSV 1860ミュンヘンに所属し、同年の DFB ポカール優勝に貢献した。ドイツ代表監督のゼップヘルベルガーも彼の才能を評価し、代表へ招集した。1941年6月1日のルーマニア戦で代表デビューし、ドイツ代表として1942年11月22日の スロバキア戦までに国際 A マッチ8試合出場13得点を記録した。戦後に誕生したポーランドの共産主義政府からはビルモフスキは裏切り者とみなされ、故郷へ帰ることを認められなかった。彼は西ドイツのカールスルーエに移り住み、レストランを経営する傍ら、複数のクラブを渡り歩き43歳までプレーを続けた。 冷戦崩壊後の1995年、選手時代に成功を収めたルフ補充フのクラブ創設75周年、記念日に招待されたが、妻の病気などもあって実現することはなかった。1997年8月30日、カール・スルウェで死去、81歳没。ありがとうございます。